皆さん新年明けましておめでとうございます。はい、今年もねよろしくお願いいたします。いやもう去年から始まった古原康久 TV なんですけれども、まあいろんな方とですね、まあ、コラボしたりだとか、まあ自分の今までのねその過去の経歴だったりだとか、まあいろいろとお伝えしてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ今年もですね古原康久 TV はですね、マッハ全開で皆さんにですね楽しい、そしてワクワクするようないろんな企画やっていけたらなというふうに思っております。これをいつの時代の人が見てもああ懐かしいなーって思ってくれたりだとか、そうそうこれあったよなーとか、あの時ってこんな話があったのとかってやっぱ驚いてほしいんですよ僕たちは。だからそういったまあ図書館じゃないですけれども、まあライブラリーみたいな感じを目指していけたらなっていうふうに僕たちは思っております。一番最初にまず声をかけたのがやっぱりこの方、浪川大輔さんですね。本当僕はゴーンジャーがね自分のその芸能人生のまあスタートラインみたいに風に思ってるので、そこで1年間のね相棒スピードルをね、務めていただいた浪川さんにやっぱ一番最初に声をかけたいなと思って、割と結構無理してそうお願いしたんですよ。もうめちゃくちゃ忙しいですから浪川さんだし、決まったのも確か前日くらいに決まって、それで僕たちもそれこそスタッフさんもバタバタバタってしながらまあ撮ったっていうのはすごく覚えてますね。まあこの1年間で僕の聞く力はね上達したのかなみたいな、ちょっとそこをまた浪川さんに会って聞いていきたいなっていうふうに思いますね。で次はですね、敵を務めていただいた三冠王を務めていただいた及川奈緒さん。ナオさんはね、もうほんと僕にとってはもうお母さんみたいな存在なんですけれども、もう気の使い方のもう達人っていうかもう仙人なんですよあの方。もうナオさんはねもうほんとにずーっと会ってるから、なんかコラボしましたっていう感じとかも特にないんですよね。日常な感じをですね、まあ、ほんと僕たちの日常な感じを見られる回だと思ってますので、ぜひねナオさんの回も見てほしいですね。そして、初めてのヒーローの、まあ、コラボとしましては、豪快レッドマーベラス役の小沢亮太ですね。亮太ともですね、もうほんと付き合い長くて、豪快ちゃんのオーディションの最終オーディション前日に、僕が昔バイトしていた、その居酒屋みたいなその個室でですね、台本を読み合わせして、で、まあ次の会った時から、いや、受かったよって言ってくれたのがもうものすごく嬉しくって、なんかやっぱそういった意味ではものすごくやっぱ思い入れのあるまあ人物ですね、亮太に関しては。で、まあ亮太がだからそのマーベラスとしてまあ豪快チェンジするじゃないですか。一番最初に変身したのが僕なんですよ。だからそれもなんかすごく嬉しかったですね。まあ基本ね、自分が変身してたそのゴーオンジャーのそのゴーンレッドに誰も変身はしてほしくないんですけれども、なんか亮太だったらまあその変身してくれてもなんか嬉しかったですね。だからまあそんなエピソードもありつつ、次がですね、まあ、僕が幼少期に見ていたもう伝説の男ですよ。もうゴーオンジャーの制作発表の時かな、もう言ってるんですよ実は。記事とかも多分あるんじゃないかな、まだ。もう10レンジャーのグリーンが好きですって僕ね言ってるんですけれども、今回そのコラボさせてもらったのはドラゴンレンジャーブライコとですね、まあ泉さんですね。泉さんはもう本当にもうなんだろう、もう見た目からも分かるようにね、もう優しさの塊、もう本当に溢れ出てるじゃないですかオーラが。だけどそのブラインになった時のあのもうかっこよさといったらもうこれすごいよね本当に。まあ最終的にはね、まあ死ぬっていう風にね、まあ僕は知ってるんですけれども、もう死んでほしくないから僕見れないんですよその回。だけどまあそのブライパイセンからも言われたのは、まあぜひねそんなね僕のことをそのついてくれてる安くんだからこそ見てほしいみたいなこと言われたんで、まあちょっといつか見ようかなと思ってるんだけれども、わーみたいなそういう感じでございます。次に、コラボしたのがですね、もうデカレンジャーのブルーのもう林剛くんですよ。剛くんのイメージってそのクールでも熱いキャラでかっこいいみたいな。そうで実際にお会いしてもめちゃめちゃ熱い男なんですね剛くんって。そんな剛くんが久しぶりに会ったら、どうもー剛ぽんですみたいなやってたから、あれ
みたいな、もうめちゃくちゃびっくりしましたけれども、でもあの剛くんはあの剛くんでめちゃくちゃ面白いし、ではそんな剛くんともですね、まあ、誘っていただいてドンブラの現場見に行かせてもらったりだとか、まあだからお互いに YouTube 盛り上げていけたらいいねみたいな、剛くんもね、で YouTube やってるので、ね、強ポンとね散歩ぜひね皆さんも見てください。僕たちのコラボ会なんてすごい面白い。次に、コラボしたのがですね、ダッシュ5回ゴーンブラックこと海老沢健二くんですね。まあ、エビちゃんといったらですね、まあ、役の中ではね、ああいう、まあ、ちょっとダッシュ豪快で、ちょっとダンディーな感じではあるんですけれども、もう実際のエビちゃんといったら、もうちょっと柔らかい存在なんですよ。エビちゃんの素と、あと、軍兵のその違いがめちゃくちゃわかる、まあ、そんな回になったりとかしてるので、ぜひそこも見てほしいなというふうに思っております。で、次にコラボしたのが、激連チーム。もう激ブルーのファンタスティックテクニックの、まあ、深見烈役の万平と、そして激チョッパー剣役のですね宗太郎、お互いその盛り上げていこうねっていう YouTube の仲間なんですけれども、でもやっぱねあの2人がもうすごい仲良くて、チームワークもいいからね、激連当時からめちゃくちゃ仲良かったらしくて、まあ、激連 VS ゴーン関係なく僕たまたまプライベートで会った時もいましたからね、一緒にね激レンジャーとそのゴーオンジャーでそのコラボした時の話なんかもねしてるので、そこも楽しみにしていてください。そして、ここで皆さん待望の、まあ、男がですねやってくるわけなんですけれども、ブレイク限界ゴーオンゴールドのですね須藤博人役、徳山秀則さんですね。まあ兄って僕たちは呼んでるんですけれども、仮面ライダーでキックホッパーやってたのももちろんあったから、特撮としても先輩だし、事務所の元先輩でもあるんですよ。だから最初入っていった時はめっちゃ緊張したし、なんだろう、やっぱあのキャラじゃないですか、なんかすごいどんな人なんだろう、怖い人なんだろうなっていう風に思って、まあ兄がね入ってきて、で最初はねすんごいやっぱエリートでクールなキャラで入ってくるんですけれども、その兄が壊れていく様子なんかもね一緒に話したりとかしてるんで、その話もぜひね、見てほしいのと、やっぱ我らが兄貴なんで、そのやっぱいろんな人からのやっぱ相談をね当時受けてた話なんかも多分あったりとかするんで、そういうところもお楽しみにしていてください。ドキドキのあいつ来ちゃいますね。ドキドキのあいつ、まあ多分ね勘のいい方はもうお分かりだと思うんですけれども、ドキドキのあいつがまず一人控えております。そしてですねドローンのレジェンドを控えておりますので、ますます皆さん楽しみにしていてください。ということでですね、まあ今年が2年目になるんですけれどもね、今後ともですねフラフランセスタ TV の方をどうかどうかよろしくお願いいたします。以上をもって新年の挨拶とさせていただきます。それでは今年もレッツゴーオン、またな。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。